夏の京都です。はい、暑いです。眩しいです。観光客の方、外国の観光客の方も多いですから、ものすごい人だと思うわ。なんか売ろう。儲かるね。見てもらいましょう、どなた美容。ということで、京都はね、本当にね、京都、明日と明後日とずっといたい街です。京都が入ってましたね。はい、大丈夫だよ。大丈夫かな。大人旅歩き旅、今回は祇園祭直前、夏の京都へ。これが目に入らんのか。入らんのか。納得。第3位おめでとうございます。胸が躍る京都の粋なおもてなし。うわ、いいな。いや、青春だな。みんな来るね。え、おう、どうなってるの。めっちゃくちゃ美味しいわ。夏にぴったりなうまいもんが勢ぞろい。うわー、これは価値あるわ。あ、ようこそここに。ハモン、ハモン。うん、うん、うわ、うわ、うわー、すごい。美味しい。何のご褒美やろう。夏とともに活気づく京の都へ。大阪発ぶらり再発見、大人旅歩き旅、祇園祭り直前の夏の京都へ。あなたの人生が変わる出会いが待っています。大阪発ぶらり再発見、祇園祭り直前夏の京都の旅。大阪から京都へは新快速でおよそ30分です。 ああいう店を見るとなんかホッとするね。おでん、炭焼き、酒。いいですね。ちょっとのれん閉まってる、ね、なんか入りたいな。おお、本マグロ、日本酒バー、吟醸、クラウド。いいね。5時からです。5時から。ちょっと写真撮っておこう。忘れない、すぐ忘れるんだ俺。すいません、今撮影中です。これね。でもおしゃれなお店もありますね。いい感じの店が増えてきた ね。なんだこれ。またうわ、お、あら、すごいね。星の数ほどある素晴らしい名手の数々。呼ばれてますもん。こんにちは。あ、すごいわ。いきなりお店に入ってきて酒を探すってすごいやん、ね、お昼も行けるんですね。わ、嬉しい。うわ、これ食べたい。お、京都といえばもう九条ネギ、鴨肉うどん、いや、牛すじうどん。いやー、でもやっぱ鴨と九条だよな。柔らかくつるっとした京うどんが自慢の幸庵。新鮮な京野菜やこだわり抜いた出汁を使った心尽くしの料理がいただけます。まずは乾杯なんですが、竹の値段何も書いてないけど、毎週水曜日にはいつもの半額にさせていただいてます。水曜日半額、はい、半額、はい、今日水曜日だよね。いいとこシフト、太っ腹だな。はい、ありがたくいただきます。おー、うん、うわ、美味しい。美味しいです。香りがとっても華やか。うん、こうまったりとした感じで。わあ、大きい器、真由美さん。こんにちは。すごいよ、真由美さん。お、うわあ、とりゃこれはいいぞ。緑が綺麗ですね。鴨肉何切れ入ってるよ。これ九条ネギ多分1本入ってると思う。わあ、おいしい。うん、うわ、優しいお出汁の、おいしい。うん、うわ、お、すごいね。マイクいただきます。すいません、もう、いや、すいません、ありがとうございます。なんで私が頼むのに、なんで私が先にチェックするんですか。カツオのいい香りがね。ほんまや、もう見るか
たらに茄子くったくたや。嬉しい。これは創業以来変わらない秘伝の出汁で2日間炊いた茄子の忘れ煮。すごいくったくたです。トロトロの忘れ煮、トロトロくったくたになってますよ。これはトロトロ、はい、いらへん、すっごい味が染み込んでる、甘辛の味が。これが美味しい。これ850円だって単品。これは酒飲んであげないと店潰れちゃうね。寄付寄付ですか。そう、お店の発展のためにね。島原、花町の。いや立派だわ、ね、素敵。この門くぐるとちょっとワクワクしますね。京都五花街の源流となった町島原、新選組ゆかりの場所を目指します。この格子がずらっと並んで綺麗ですね。お邪魔します。わー素敵。あ、これだ。何ですか。あ、書いてあるの。え、新選組の刀傷って書いてある。へー、あー生々しい、残ってるんですね。こんにちは。いやさあさあ、ね、日本のおもてなし文化の走りといったらあれですけども、ですね、はい、もてなしの場として江戸時代に栄えた炭屋、揚げ屋と呼ばれた今でいう料亭や宴会の場で、ここ炭屋は日本で唯一残っている揚げ屋建築なんです。最大で100人をもてなせるほどの大宴会場で、新選組や幕末の志士たちも足しげく通っていました。それじゃあ、はい、あの新選組に関連する古文書をご覧いただきたい、はい、どうぞこちらへお越しください。はあ、これすごいですね。しかし、なんて書いてあるんだ。どんな内容だと思われますか。どんな内容。新選組にまつわるこちらの古文書、新選組の調べ役から炭屋に送られたものなんですが、一体何と書かれているのでしょうか。今度宴会やるから、50人ほどの料理を頼むよ。実はあの慶応2年9月までは、新選組にまつわるこちらの古文書、新選組の調べ役から炭屋に送られたものなんですが、一体何と書かれているのでしょうか。実はあの慶応2年9月までは新選組もですね、軍資金がありまして、 こちらで宴会どんどんしてもらって、はい、よかったんですけども、いつまでも飲み食い代公費で払えないということで、はい、売りかけ禁止のですね古文書なんです。売りかけ禁止。売りかけ禁止、もうその日払いで食ったもんは自分で金払いよ。今までの漬けを全て清算した上で、今後一切の売りかけ漬け払いを禁じるといった内容。新選組は支払いを滞納しすぎたため、炭屋は1ヶ月営業休止になるほどで、相当手を焼いていたんだそうです。で、本当は払ってもらわなきゃいけないんですけど、実は払ってもらえなかったんです。そうだ。ダメじゃないですか、払ってもらえないと。そう、結構なあの貸付金があるんですよね。そうそうそう、待ってるよって。もう理想だけで再現だよ ね、 そうね。現存する唯一の揚げ屋建築炭屋は、新選組結成160周年を記念し特別公開される予定です。また島原で現在も営業を続ける唯一の置き屋である間違い屋も特別公開の予定です。ちょっとさ、はい、お漬物さ、お、今日ここ言えばここのお漬物好きなのよ。川勝さんですか。お、自動ドアだ。わー、すいません、お邪魔します。来ちゃいましたね。こんにちは。いやもうね、ここのねお漬物美味しいんですよ、川勝さんのね。創業106年の老舗漬物店川勝総本家、伝統的な製法で漬け込んだ京漬物は200種類以上にも及びます。この時期ならではの漬物は、まあ、夏野菜ですよね。そうですね、万願寺唐辛子ですとかかぼちゃ、
売りとかお茄子ですね。水茄子もね捨てがたいですし、万願寺のもう珍しいですよね、漬け込みって。そんな辛くない唐辛子ですんでね、はい、おすすめのお漬物ですね。このかぼちゃのお漬物コリコリカリカリしててね、これは大好きなの。おお、大根にきゅうり挟んで、ほんで大葉で巻いて、夏限定のお味を仕上げてます。本日のお茶受けって何ですか？本店舗お越しいただいたお客様に試食を提供させていただいてるんですね。で、お茶とお漬物でご食していただいて楽しんでいただいてる。すごいおもてなし。みんな来るね。嬉しいおもてなし。本日のお茶受けはこちらの3種類。まずは夏限定川勝総本家オリジナルのお漬物。まあすごい技ですね、このきゅうりのね、間に挟んでっていう。もうね、いただきます。おいしい。ありがとうございます。ピリ辛でね、おいしい、漬かり具合も最高、味と香りと、かぼちゃは旨味を逃がさず漬け込んだサクサクしたサラダ感覚の浅漬け。面白い、色も綺麗ですね。かぼちゃでしょ、きゅうり、ちょっとこう、まあ、青臭さはないんですけども、ちょっと甘みの強いきゅうりですね。噛んでくと甘みが確かに感じられま す、ね、はい、面白い。あのホクホク甘いのがなんかイメージ全然ガラッとちゃいます。かぼちゃはね、炊くもんじゃない、漬物にするもんですよね。そうだったんだ。さらに素材の味を生かして浅漬けした万願寺唐辛子。万願寺がすごく気になってました。万願寺の漬物ってあるんですね。嫌だから。あら、これはいい、この万願寺の苦味がいい方向いってる。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。美味しいよね。味はっきりしてる。フレッシュさっていうんですかね。これも焼いておかずかけて食べるより美味しいわ。ありがとうございます。これ何遍来ても何遍来てもいや、食べに来るわけじゃないですよ。買い物。買い物ね。お土産。そうね。さらに夏が感じられる祇園祭りにまつわる場所へ。あれ、ここお店、あら、たくさん、すみません、こんにちは。こんにちは。いやいいですね。今お忙しいの時期ですよね。もう各地でお祭りまた始まって。1730年創業の老舗高橋提灯、伝統的な祭礼用の提灯から看板用、イベント用など幅広く製造販売を行っています。職人が一つ一つ手作りしたぬくもりある仕上がり。浅草雷門の巨大提灯もこちらが手掛けているんです。今は夏祭りでお納めする提灯の製作の真っただ中。うわー、素敵。そうですね、こんなに形が違う？地方によって違いますよ。あ、そうですか。これはあれですわ。もう祇園祭りの山鉾。そうそうそう、定番の、この屋根に。屋根にね。ねえ。ピーハラピーハラ聞こえてきそうですね。ピーハラピーハラにしたら怒られちゃうね。こんちきちんですね。こんちきちんだ。毎年7月1日から始まる祇園祭り。巡行する山鉾にも飾られており、その数はおよそ500個にも及びます。中に電球入れてあって、はい、夜になると明かり求めて神様がありますので、ね、ここだよっていう印。一回体験してみはります？何のですか？提灯描く体験。あ、描く、いいかも。せっかくなので自分の好きな提灯が作れる絵付け体験をしました。こんないい提灯体験で1500円で大丈夫です。提灯だけでも高そうですけど。よし、やってみます。いや、もう私かけるか不安やわ。大
はみ出ちゃうね。ダメ、ほら。それでダメだったことないんですよね。全く色が乗らんくなってきた。ね、涼しげですよね。本人は暑苦しいんですけどね。よく言われます。果たして出来栄えは。おのおの方、これが目に入らんのか。入らんのか。ちなみに私は朝顔を描きました。夏っぽい。あの今日のね、はい、お洋服のこのスカートの色とものすごくよく合ってるからさ。合いますか、うん、じゃあ、あの電気いらないんで私、うん、そう提灯があるんで。そうそうそう、ライトいらないんで。なんかすごい合ってる。電気使わなくていいですよ、ね、もすごい失笑。ごゆうだ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 。あれすごい弱い御用係でした。江戸川うなぎ屋さんだ。この辺がお店がいくつか入ってるんですね。牛骨麺、うわピリ辛牛タンタン麺、あ氷と燻製。燻製これいい。氷ってかき氷。かき氷ですよね。食べたいな。のれんにも書いてある氷と燻製煙突って。面白い組み合わせ。ちょっと行ってみません。すいません、こんにちは。こんにちは。あ、すごいスモークの香りが。あ、本当。2人が気になった氷と燻製のお店煙突へ。まずはでは初乾杯で。やっぱりビールから始めないとね。ですね、ビールはお初で乾杯。うん、うん、美味しい。強めの日差しを浴びた後のビールが最高ですね。これ燻製によく合うね。このビール。うわ。いや。抹茶のかき氷でございます。いや素敵。なんですかこれ。これ一人前ですか。そうです。すごい量。これは。クリームですよね。そうですね、エスプーマっていう、抹茶の泡のソースです、はい。こんな大きいの困っちゃうな。京都の和塚産抹茶のみをふんだんに使ったかき氷。味の決め手は濃厚な抹茶のエスプーマソース。通常より20倍以上も濃いんです。いただきます。うん、お抹茶の味が。そうですね、かなり濃いなと思います。強いですね、はい、美味しいです。よかったです。このエスプーマの部分が、はい、本当に濃厚なお抹茶の味します。で、そうですね、しっかりかき氷の甘みもあって、はい、いいお茶いただいてます。お待たせいたしました。どうなってるの。開けるとモコモコ煙が出てきます。大変だ。開けたらどうなるか。俺これ以上年取ったらどうするんだ。70歳から100歳になったらどうするんだ。じゃあこっちに、じゃあこっちに、オーラばあちゃんになったぞ。オーラばあちゃんだばあ。いっぱい。何これ、牛肉じゃないですか。国産牛の希少部位を3種類いただける燻製肉手まり寿司。塩昆布と薬味が肉の旨味を引き立てるこだわりの一品です。すんごい肉の厚さ。さあいただきます。もう言わんでも分かる。めっちゃくちゃ美味しいわ。なにこれ。スモークの香りがね、うっすらなのよ。だから牛のうまさも香りもちゃんと残ってるし、で肉がめちゃくちゃいいです。うわーこれは価値あるわ。これはもうこれだけで勝負できるね。お店これとこれと全然違うじゃんね。そうですね、
僕が大好きな2つのお料理なので、ちょっと知覚過敏なんですけど、あの知覚過敏しみるんですね。好きなんだけど視覚過敏でしみる、痛い、しみる、痛い。でも好き。そうですね、大人の街、夏ならではの食べ物でございますよ。あら素敵。お、本日満席でございます。わかんて、さよなら。私も大人の世界です。こんにちは、お世話になります。風情あるポント町に店を構えるフミヤ、お店の自慢は、どうぞ奥の方へ。うわあ、素敵な空間。少し外に出て、ありがとうございます。いや、ここはわーい、いや素敵。まあ、今椅子だから、いいっすね。鴨川を見渡せる納涼床で楽しい宴の始まりです。あ、どうも、初めての乾杯を。じゃ恒例ですね、初めての乾杯。どうも乾杯。どうも。何度目や。いただきます。美味しいし気持ちいいし。うわ、いいなこの等間隔。いいです、本当だ。鴨川名物。いや青春だな。いいですね。お待たせいたしました。はい、どうよ。失礼いたします。あらららららら、立派な保鮮が。すごいよ。いやしゃぶしゃぶですね。料理歴30年以上の職人たちが腕を振るうコースは贅沢にも9品。メインは京都の夏の風物詩ハモしゃぶ。鴨川ならではの風情を楽しんでいるうちに、どうやろうか。あ、そろそろ。いいんでないの、いいんでないの。本当ですね。お、お、いい感じになって。あららら、お花になった。花が咲いた。花が咲いた。ね、今シーズン初のハモでございます。お、初ハモ。ようこそここに。ハモン、ハモン。悔しい、笑ってしまった。うわあ、暑いよね。すみません。うわあ、すごい。おいしい。何のご褒美やろう。ふわふわや。ふわふわ。俺京都泊まるとさ、三条大橋まで走ってくるの。京都駅からですか？うん。土手沿いを。往復8キロぐらい。それでですか。だから70歳には見えないランキングに入ってるんですよ。納得。第3位おめでとうございます。びっくりした。今綺麗な外国人の方が手振ってくれたんで、30歳ぐらい若返った気になっちゃって、気分良くなったから25歳になっちゃいます。ありがとう。うちより若い。やめて。旅のちょい足し、今回訪れた老舗漬物店川勝総本家。創業以来変わらない味を守り抜いている祇園漬け。美味しい。さっぱりしてますね。これは本当ご飯のあてにいいかもしれないですね。はい。